俺たちは死なずの騎士、俺たち教団の騎士は死んでもここで蘇る。なんでこんな高いとこにおるん、バカじゃないの。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんかこの辺、あ、こっちの方じゃない多分多分あ、これじゃない破壊した、破壊したあのトンネル、あ、やっぱりですよね。ほら、で、ここから抜けてので、この辺や、あったあった。で、ここからふう、落ちないように、危ねーあ、見て、あそこに誰かいる、車から置いて話を聞いてみよう。ふう、骸骨やん、骸骨、どうも。我ら死なずの騎士、我ら教団の騎士は死んでもここで蘇る。マジで？いいやん。だが、もう蘇らずに済む。この世界はもうすぐ終わるのだから。終わらせないよ。かか、みんなを乗せる箱舟を作ってるから一緒に来いだと？かかかかか、バカを言え。我々は戦いからの解放を望んでいる。世界の崩壊こそ我々の悲願。貴様、なんだその悲しそうな顔は。いや、怒っておるのか？いいだろう。ではこの近くにいる仲間たち3体全てを説得できたら考えてやる。2体は高いところにいるぞ。3体の説得を終えたら俺に知らせるのだ。3体の説得？あなたを入れて3体ではなく残り3体？ここって普通に行けるところかな、それともなんか置いた方がいいんかな。とりあえず置いていこうと思うんやけど、ちょっと待って、とりあえず土、あ、ちょっと怖いけん。よいしょ。なんかその辺におったよね。あ、おるおる。あれが一人目？一人、二人。ん？やっぱり あれを入れて三人ってことかな。ふんふん。はぁ、怖い。はぁ、怖い怖い。もうやめて。もうやめてください。めっちゃ怖いんやけど。私のことやけんさ、落ちそうやん、なんか。ちじゃま。よいしょ。ほ。ふぅ。超怖いんやけど。よいしょ。足場をなるべく広くしよう。我々は死なずの騎士。我々教団の騎士は死んでもここで蘇る。同じ自己紹介いらないよ。だが、もう蘇らずに済む。世界はもうすぐ消えてなくなるんだからな。ねえ、なんで同じこと喋るん？何？箱舟に乗れ？下にいる騎士に説得するように言われたと。箱舟か。消滅する前に一目見ておくのも悪くない。お前について行ってみよう。お、なんとスカルナイトがついてくるようになった。死なずの騎士っていう名前ではないんよね。なるほど。あともう、あ、あっちか。この下？どこにおるん？見えんやん。ちょっと待って。大丈夫？え、消えた。消えたわ。あれ、なんか2人は上におるんじゃなかったっけ。1人、あ、あそこにもおる。なるほど、やっぱり2人おるんか。めんどくせえ。ちょっと待ってね。あっちまでさ、どの辺。ちょっとこれで結構近くまで来たんじゃなかろうかということなので、これで徐々に上がっていこうと思います。あー、やめて。ここで崩したりとかしたらもう君最低だからもう君マジで最低だからやめてよ。奈落の底に落ちてしまうじゃないの。お、いたいた。どうも。とりあえずそっち側まで私は行きたいんだけど、どう行けばいいかな。はいはいはい。これってなんかちょっとでも動いたら落ちそうで怖いわ。あー、やっと来れた。俺たちは死なずの騎士、俺たち教団の騎士は死んでもここで蘇る。なんでこんな高いとこにおるん、バカじゃないの。しかし、もう蘇らずに済む。この世界もうすぐ滅ぶんだからな。なんかちょっと言い方違う。何？箱舟だ。下にいる騎士に説得するよう言われたらと。うははそりゃいい。実は俺、世界が滅ぶとか嫌だったんだ。お前についていくぜ。お、こいつは軽いな。さあ、こっから飛び降りようぜ。
安心しろ、死にはしないさ。俺たちは死なずの騎士。私は死ぬ、私は死ぬから。それはちょっと嫌だから。あれか。なんかめんどくさい感じのところにおるな、まったく。とりあえずあれやん。ちょっとだけでも、ね、ちょっとずつちょっとずつこれを使えばいけ。ふぅ、来た来た。どうも。なんかそこ壊せそうやね。俺様は死なずの騎士。俺様たち教団の騎士は死んでもここで蘇る。なんかちょっと一人だけ一人称が違うぞ。だからこそ、はぐれたあいつらにもう一度会いたいぜ。あ、はぐれとったん？そういうこと？あ、なんかこいつ違うね、見た目。なあ、貴様はあいな。それにメタッツも、お？あ！あ、そういうこと？最初の？あ、そういうことやない。はあ、生きとったんや。君はキッシム。生きていたんだね。ああ、言っただろ？俺様は死なずの騎士だと。こんなところで会えるとは思わなかったかな。おー、よかったー。話は三つから聞かせてくれ。俺様もモマレと一緒に行くぞ。やったー。なんとハーゴンの騎士がついてくるようになった。ってことは、こいつは他の三人とは違うってことだよね。てか、ここがね、さっきからすごい気になるんよね。ここまで爆破。ああ、ダメージ。言うと、なんだなんだなんだ、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。で、なんかここから出られたけど。出られたけど。とりあえず行こう。あ、なるほど、なるほど。こっからやったら結構近く、近道やったってことか。どうも、ただいまほほう、騎士たちを集めてきたか。しかし、よく考えてみれば、これは我らが望んでいた滅びの日。いくら仲間を集めようとミスミス。貴様、騎士に二言があるのか？アイナについていけば間違いはない。おお、これはキッシム様。すみません。他の騎士ととっさに見分けがつかず。え、なになになに、もしかして体調とかそういう？よし、それじゃあアイナ、俺様たちも車とやらに乗せてくれ。お前たちの運ぶのに一緒に行くぜ。しかも偉いんやね。アイナ、また新しく運ぶのに乗せる魔物を見つけられたね。ムキムクヨウジさんは魔物がいる心当たりの場所がもう一つあるって言ってたよね。地図を頼りに探してみよう。ムキムキおじさん。さあ行くか。てか、そんなに乗れる？絶対乗れんやろ。もう一箇所はあっち側か。もうここで落ちるのは嫌です、私。さあ行こう。どの辺だ？なんかこっちの方。こっちの方角か。どこやろ？なんか結構遠くない？あ、おった。シルバーデビル？わわ、あそこに誰かいるよ。車を降りて話しかけてみよう。よいしょ。けけけ。ああ、俺ももうすぐこの闇の中に囚われちまう。これが褒美の日ってやつなんだな。みんななんかすごいゾロゾロと、賑やかやな。って誰だお前は？俺に何か用なのか？が、こんなところで黄昏れてないで、生き残るために白船に乗れだと？くっはは、ありがたい話だが、俺だけそんなところには行けねえよ。だけじゃないよ、いっぱいおるおる。ここから東にあるのは、光を通さない暗黒の空間だ。ダチがその闇に囚われちまってるのさ。あ、そういうこと。まあそうだな。闇の中からダチを助け出してきてくれたら、お前の話、考えてやらなくもないぜ。ふんふん。真っ暗のところに行くなら、歩いて行った方が良そうだね。闇の中で車を見失ったら大変だし。なるほど、じゃあ行きますかね。まあ私も車じゃない方が動きやすいし。え、暗っ！待って、思った以上に暗いんやけど。お、あなた誰です？こんな闇の中で話しかけてくるなんて。あ、もう普通にこれが目的の子なの。世界はもうすぐ終わる。だから僕は自分の意志でこの闇の中に囚われたんです。囚われても何も、普通にさ、中入ってきて普通に立っとるだけやないんこいつ。闇の中は最初は怖いですが、慣れてしまえばこれほどいい場所はない。嫌なものは見ずに済むんです。ああ、僕の友達も早くここに来ればいいのに。いやいやいや。え？僕の友達が外で待っているですって？仕方がないな。僕がもう一度外に出て闇の中に来るように説得してみます。闇の中から抜け出せなくなったら、地図をよく見て来た道を戻るといいですよ。うん。とりあえず、
まっすぐ出ればいいだけ。うわー、まぶしい。なんだ、同じなんかモンスター。本当に真っ暗だったね。何も見えなくてどうしようかと思っちゃった。友達を闇に誘うためなら一滴の光も我慢しましょう。さあ案内してください。すごいな、あん中入ってったら一気にほんと真っ暗やったね。さあさあ、案内も何もすぐそこやないかい。おお、闇の中から俺たちを連れてきてくれたんだな。どうして僕を助けてほしいなんて頼んだんだい。闇の中にいれば辛いことも見ずに済むのに。バカ野郎、俺はまだ死にたくねえんだ。お前と見てえもんがあるんだよ。とりあえずこの人間が白骨ってやつを作ってやがるらしいんだ。どうだよ、一緒に拝みに行かねえか。白骨か。この世界にはもう見るべきものなんて何もないと思っていたけど。わかりました、では僕もお供しましょう。僕たちに箱根テーラーを見せてください。うんうんうん、なんか友情やね、いいね。あいな、これでこの辺りのものは全部見たい。一度箱根まで帰ろう。そうだな、こっからだったらさっきのムキムキ戦った洞窟を通らないときっと帰れないね。さあ地図を確認しながらみんなを箱根に案内してあげよう。でもなんかあれ、別の場所で目的地が表示されとるな。ってことは多分そこに行かんといかんわけよね。いやなんかさ、その辺から落ちたら普通に一瞬で帰れるやんって思って落ちる予定やったんやけど、なんか目的地表示されとるけん、それではストーリーが多分進まないのね。くっ、帰ってきたぜ洞窟まで。はい、洞窟をくぐり抜けて、普通に道案内の目印やったんか。まあでもどっちにしろこれが箱舟でげすか。もっと近くで見せてくれでげす。普通に拠点やないかい。じゃあ落ちて帰ってきた方が早かったんじゃない。さあみんなこっちだよ。おー、なんかすごい賑やかになったね。自己紹介試合よりやん。これが箱舟か、すごい財な。お前が橋を作った時から俺様は。おお、お主はキッシム。おお、キラージーグリム、お前たちも無事だったか。まさかキッシムが生きてたなんて。よかったよかったぜグスン。キラージーはこれ死んでなくてよかったね本当。幼児、やはりそなたも来たか。はい、我々が壊せるものを壊し、破壊神様と友達だというビルダーに興味を惹かれたのです。ふん、幻は消え我々も滅びる、そしていずれ現実世界もな。しかし私はアイラに会い、全て滅びることが正しいのか分からなくなってしまったのだ。私も地獄様と同じです。我々も箱舟の一員となり、あなたが何をなすか驚きましょう。なんとキッシムと幼児、ドラーラたちが仲間に加わった。ドラーラって、ああ、なるほど。あの、アラクレのやつか。あ、違う。ドラキーのやつか。ムキムキおじさんたちに名前はないの？なんかドラーラだけあったね。うわ、すげえにぎやか。いいやんね、めっちゃ。よくぞ、白骨に乗せる新たな魔物たちを連れてきてくれた。破壊の聖堂で素材も手に入れてきたのだな。ここに来たからには、お前たちにも白骨作りを手伝ってもらう。共に滅びの日から逃れるのだ。うげえ、白弁のことは聞いてたが、作るなんて聞いてねえ。ハーゴン教団の俺たちがそんなことを。つべこべうるせえ。自分たちが助かるための白弁なんだ。黙って協力しやがれ。いいね、キッシム。どうしたのですアイナ。何か言いたいことでも。あ、なんかあれやね。ヨージスと地獄、微妙に見た目違うんやね。そうだ、アイナは友達を助けて情報が欲しいんだ。破壊神様がどこにいるか知らない？ふん、破壊神様にはハーゴン城でなら会えるかもしれませんね。ハーゴン様の城ならちょうどこっから見えるあそこだな。ん？見えるんや。あ、向こう側の気になる光って言ったやつやこれ。ねえ、あれハーゴン城やったんや。何？どこかで見た建物だとは思っておったが、あれがハーゴン様の城だと？いつの間にあんな場所に浮かんでおったのだ。これも破壊神様のお力なのか。え、最初からずっとあったよ、あっこに。あそこには黒い渦もあるし、あの車が飛べでもしなきゃいけないな。おー、なに、そのうち羽が生えるとかそういう感じかな。
しかし、もし空を飛べても、城の周りには強力な結界があります。簡単には近づけないでしょう。ようやく居場所が分かったけど、まだまだ問題がありそうだね。まあ、頑張るしかやね。ちょっとずつ、ちょっとずつ。ピピピピ、あいな。何？友達を助ける新たな情報を得たようじゃな。でも、ハーゴンジュは空に浮かんでて、周りには結界まで張ってあるって。ほほほ、安心せえ。きっと超スーパークはまだまだ改造できる。そんな場所でもいつか行けるようになろう。そんじゃあいいな。その話は置いといて、ハクベルの設計図の続きを書いてくれよ。もうね、なんかまた新たな材料とかも手に入ったもんね。仲間も増え、ハクベル作りもはかどるであろう。あっと驚くような設計図を頼むぞい。どんな感じ？てか今何段階目？どうじゃあいいな。設計図を書けそうか？今度はどこの部分を作る気じゃ？楽しそうやね、キラージ。ほう。白弁の外壁と白弁の下の部分。船底を作りたい。それで白弁はほとんど出来上がるとな。おー。外壁はいいけどよ。船底ってのはどうやって作るんだ？白弁は地面にくっついちまってんだぜ。カッカッカ、グリム。こんな時こそおろさんたちの出番じゃないか？白弁の下の地面を壊せばいい。それ、いい考えだね。まずはみんなで白弁を作る場所を用意しよう。船底を作る場所を用意しよう。どういうこと？浮いてるのこれは。どっちにしろ地面に近くない？なんか燃やしよるけど。あ、すごい、どんどん地面がなくなっていく。なになに、爆破しよるよ、爆破。めっちゃ技出しまくりよる。おー、なんか綺麗になくなってく。カッカッカ、やったな。白ベルにしたの地面を壊したぞ。やはりみんな破壊となると仕事が早い。ピピピ、よいぞよいぞ。船底を作る場所が確保できたようじゃな。では、いいな。白弁の外壁と船底部分を作るための続きの設計図を書いてくれ。どんな感じですか？どこまで広がる？あ、こっちは全然もう下だけってことかな。白舟の設計図を描いた。うわー、続きの設計図が描けたんだね。とりあえず、邪教の壁は全部足りとるんやね。あ、でも結構足りとるものも多いんかな。これは、ものすごい白舟ができそうだね。船底の部分はよく見えないけど。カッカッカ。船底部分の設計図は当然船の下だ。よく見えなくても仕方あるまい。ピピピー。この設計図が組み上がれば、箱舟も完成に近づきそうじゃの。ふっはっは、あゆな。実は我らで次なる設計図を組み立てるための準備を進めておいたのだ。うん。もしかして、材料？用意してくれとん。我らが集めておいたものをこの収納ロッカーに入れておくとしよう。優秀やん。私が冒険出ている間に。わしは皆ともにマシンの壁とアイアンの壁を作っておいたぞい。お、それぞれ？おいらはみんなで破壊神様の抜けらを集めておいたぜ。必要になったら取り出して使えよな。でもっとおいらが親方たちと新入りどもを教育する。現場は任せとけよな。アイナは前と同じく収納ロッカーの中に足りない建材をじゃんじゃん入れてくれ。まあ足りないものはあるのか。よーし。運べるに外壁と砂底を仕上げるんだ。みんなやるぞー。ズゾーってなった。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、これで、まあ、外枠形が出来上がるってことか。すげー。でもシェルターってことは多分屋根とかもそのうちつくんよね。わからんけど。